ヘアロー YouTube イエース不動産の鬼馬虫こと沢重みです。さて今日は不動産投資購入編ということで、種銭の作り方え。種銭なんて言ったりもしますけれども、私は種銭の方が好きなんで銭って言ってます。まあ、何でもそうですけどね、最初にお金がないとその投資ができない。その最初の起爆剤みたいなものですよね。投資というのは入れたものよりも多くのものが返ってくるのはこれが投資でしたね。ということで、 何かをしゃらなければ何かが得られない。何かを失わなければ何かが得られない。自分の時間を失うから何かが手に入る。成長する。自分の可能性を失うから何者かになる。何かを失わなければ何かが得られない。すべては対価があるわけですね。この原則なしに、ただ自分だけが得ようとした場合、結局何も得られないということなんです。ということで、最初に種銭を。 作って、これがですね不動産投資の中で一番大変なものは何ですかこれは種銭を作ることなんです。まあ、不動産投資はですね、まあ、最初にざっくりと物件価格の約10%くらいのお金が初期費用として出ていきます。まあ、つまり、うんまあ、1億円の物件を買うんだったら1000万円くらいは最初にないとフルローンであったとしてもチャレンジできませんよ。まあ、ローンを、ね、使わないでもう全部全現金いかつだって言うんだったら。 1>, あの1億円の物件を買うんであれば、1億1000万円くらい必要になるっていうことですね。まあ、いやいや、すごいですね、1000万円、なかなかそんなんできませんね,ってね。その参入消費が高いからこそ、ブルーオーシャン、ね。参入消費が高い、これ難しいんですっていうことは誰もそこに行かないので。 もう自分しかいないわけですね。う青い海なわけです。みんなが行ってね、みんなで競い合ってる人は強い人がいっぱいいて、そこは血みどろの血でまみれたレッドオーシャン、赤い海になってるわけですね。うん、まあ、いずれにしても不動産は特にその、えー、初期費用、初期費用ですね、最初に突っ込むお金がまあまあでかいと。いや、そんなね、高いものをなんだかわからないものに突っ込みませんよって、なんだよね、株の方がなんだかわからない。 株の方がまだ分かるので、株だったらって言いますけど、株は、ね、自分でコントロールできませんからね。あのいやいやあの、選んでやってるんです。まあ、それコントロールしてるんじゃなくて、自分が勉強することによって偏差値の高い行動をとっているにすぎませんで。自分で何かコントロールしてその株価が上がったり下がったりしてるわけじゃないんですね。いやいや、先を見越してるんです。でもそれコントロールしてませんよね。つまり、偏差値の高い行動をとることによって勝とうとしてるっていうことなんです。じゃなくて、偏差値が。 たとえ低くても、まあえーと、その中で自分がコントロールしていくことによってうまくできますよっていうのがこれ不動産の、えーあれあのー、利点、メリットでした。さて、その中で、まあ、コントロールするのはやっぱりお金ですよね。ま,あ、まず、達人にはあのー、物件の1割はなきゃいけない。だから5000万円の物件を買うのであれば500万、3000万の物件を買うのであれば300万の初期費用が出てきます。でこれが一番不動産として難しいところだと言われています。ね 不動産投資で、ね、成功している方、何が一番難しいでしたかってそれ一番最初のお金を自力で食べるところが難しかったです。時間もかかりました。ちなみに私の場合はですね、20年くらいかかりましたね。その種銭を作ってこうやり本格的にやり始めるというところに至るまでに、まあ、そのくらい至って、でもそこまでいくとです、ね、6ヶ月で、えー、その年収が当時の国家公務員の年収をすでに超えるくらいまで。 えー、6ヶ月になってしまうということなんですね。だからそれからもっとどんどん続けていけばもっと増えていくということなんですね、まあ。この一番難しい種ゼニの作り方、はい、2つあります。支出を減らす、そして収入を増やす。えー、当たり前じゃないですか、そうなんです当たり前なんです。でもその中でもね、やっぱりあの、うん、お金を、要は貯金を増やして、その自分の。 頭金じゃなくて、この初期費用、まあ、蓄えを増やしていかなきゃいけないわけですね。そのためにはまず支出を減らしましょう。まあ、勤め人であるとね、給料はなかなか自分の努力や岩盤によって増えませんので、えー、まあ年功序列といいますか、そういうので決まっていくところもありますし、フルコミッションの方,方はですね、そこを自分でまあ成果を出して頑張っていくなんてこともできますけれどもね。ということで、まず支出を見直します。これはね、どこでも言われていることですけれども、この3大支出、もうこの3つでも決まりますと。 家、住んでるところ、自宅とあと車、保険、なんでこの3つで決まっちゃうかというと、額が大きいんですよね。で保険も毎月毎月払っ、払 <laughs> 携帯電話は、ね、1万円とか、まああの、安いところに入ってたら3000円とかで済むと思いますし、もっと SIM、電話しないから SIM だけでいいんですなんて言ったら、もっと安くできるかもしれませんけど、そういう毎月毎月払わなきゃいけないものっていうのを見直してください。そして毎月毎月払わなきゃいけないもののうち、でかいのがこの3つなんです。 保険なんて家族全体で1万円以上払ってる家ってほとんどありますよねもううちなんか全然払ってませんけれどもこれ自分で蓄えた方が得だなんていう部分もありますけどでも、ね、例えばあの車で事故ってこう訴えられていきなり1億円なんてなった時にその1億円払えないっていう場合はその自賠責とかそういうのは自分が 一撃でこう破産してしまうような大きなリスクっていうのは保険でカバーしていかなきゃいけないので、それは必要経費ということなんですけれども、対外の積み立て方ですとかね、貯蓄型ですなんて言ってる保険っていうのは、これ、手数料取られてるだけとは言いませんけれども、ああ要は支払ってる価値の方が大きかったりするわけですね。そこはまた別のところで勉強してください。とにかく保険を勉強してまあ見直すか解約するか、毎月払ってるものを減らしてください。サブスクリプションもできるだけ 払わないでください。もうワンショットで買うのはそれで終わりですけどね、毎月払ってるのは知らないうちにどんどん増えていきますので,で、それが1個が1万円を超えてるようなものっていうのはやっぱりチェックしていく必要がありますね。その最多のものが車のローンで、ね、あります。車ですね。ね200万円の車買ったんだって言って、2年間とかでね、まああの、いやいや、6年、10年乗りますよっていう人いるんですけど、まあ、大体2年間で減価償却額っていうか、減、まあ、価承認額は、ね、車の場合6年ですけれども、えっとまあ、ちょっと2年で考えてください。1日にいくら払ってるんですかって話なんですよ。 まあだから200万円の車を払ってそれだけじゃないですよねガソリンと駐車場代が入りますから、まあ、現価200万円だったとしても、まあまああのーまあ、年間100万円ということはまあ10ヶ月であると10万円だから1ヶ月にも8万円とかそこらのものを毎月払ってるってことに相当してるってことは分かってますかその上にガソリン代と あのね、ガソリン代もね、私もよく乗ってますけど、あの相当ですよね、であの高速代もかかりますし、まあ、だからなんだかんだ15万円とか平気で出ていくわけですよね、月々。それが車です、だから車はもう最近は、ですねあのこの自分の物件の回収したりする軽トラックをね10万円で買いましたけど、10万円ワンショットです、そして軽なんでほとんどあの維持費が、ね、かかりませんで、ガソリンも燃費がいいです。 で軽トラックなんでね何でも乗りますってみたいなそのもうほんとボロボロのえー、っとやつを買いましたけども元気に動いてましてね感謝してます、まあ、そういうのをね道具として買うっていうのもまあいいですけどもこのやっぱり新車で買うとかねもう中古にしてくださいあの新車を買ってみんなから見られるのが好きなんですっていうそれが生きてる目的なんですって方はそこが目的なのでやってくださいただここのこの場はあの自分の種銭を 作って本当に自分の時間を有効に活用していく自分の時間を好きなことのために使う、そのためにマネーマシーンを作りましょうっていう、そのためにはまず最初は種銭ですっていう、そういう話、文脈の中でやってますんで、そういう中では、え車、これをねあの、まあ、極力持たない。 でむしろね、地方に住むよりも都,都会に近いところに住んで、電車乗ってた方が実は安いんです。これ、本当なんですよ。で、電車乗った方が歩くんです。車に乗ってたらね、目の前のスーパーに行くのも,も車乗りますからね。したらもうなんか気がつけばほとんど歩いてないみたいな。で、都会にいるとですね、あのちょっと駅まで歩いてって、そこからまた駅の中も歩いて、そして目的地からも歩いて結構歩くんですよね。で、ほとんどもうお金がかからない。家賃の方が高く ちょっと高くてもね、あの都会に住んでた方がむしろお金かかんなで、それくらい車っていうのはお金を使っています。ぜひ計算してみてください。車どのくらい使ってんのか。はい、ゴールデンウィークね、超一定、行って高速代、ぜひ計算してみてください。ぜひ計算してみてください。そして最後はこれ、やっぱり家ですね、家賃。あのこれ、有名な言葉がありまして、不動産投資家の間では、 マイホームっていうか、自分の家は借りる、人に貸す家は買えっていう、これ、ね、有名な格言がありますけど、ね、そうですね、投資になってるものは買いなさいと。で、自分の家っていうのは、これ、資質なわけですよ。そこから何も産んでないわけですね。ただ、自分が住むっていう、その価値は産んでいるんですけども、だったら安い方がいいですよねっていう考え方もありますし、今ここでは種銭を貯めるっていう観点から言うと、安い方がいいかもしれませんね。ただ、家族もいると。 でそういう時にも,もうその今この瞬間を生きるってことが最大の価値なのでそこをケチってね、あのー、50歳くらいに、あのー、その後の年齢の時にすごいいい生活ができたとしても今が充実してなかったらこうダメだっていう考え方もあるんで。 そこは自分でバランスをとってください。まあ、でも、自分でね、こう見えを張ってね、こうちょっと奥さんとの関係が悪いから、奥さんを喜ばせるために、どーんとでかいものを買おうっていう、これ、最悪のパターンですね。これで失敗した人は何人も知っています。だたいね、そういう、ね、毎日のありがとうよりも、記事改正のとんでもないダイヤモンドとか大きなものを買ってね、こう取り返そうとする人がいるんですけど、それはです、ね、取り返せませんので、これ、毎日のありがとうの方がずっと取り返せますのでね、そこはあの気をつけてください。 まあ、ちょっと話それましたけど自宅っていうのはあのお金産生まないんです。 そして、えー、ローンで買って、それ以上のもので貸して、キャッシュフローが出ている家っていうのは、お金を生むんです。そして、自分の自宅っていうのはね、子どもの成長や自分のステータスの,この向上によって住んでいく場所がどんどん変わるんですね。だから、一箇所に縛られておくという、一箇所に縛られざるを得ないというデメリットを金銭的価値で判断した場合に、えー、私はあのこれはあの不動産投資家の間で言われるように、自宅は賃貸と。 いいうのがセオリーだと思っていますでそっちの方がその今一番必要な場所に、まあ、一番いいその家族サイズに対したもの、ところ周辺環境も含めてです、ね、そこに住める中でしかもその他の人が競争している一番いい物件に住むことができるっていうそういうのが自宅ですね。まあ自,宅まあ、自宅なしというのは、ね、ちょっと厳しいので、まあ、自宅はそういう観点から考えてください。まとめます えー、ワンショットのものはね、お金がある程度、ワンショットっていうのは1回払ったら終わりということですねあの。そういうのはお金がある程度かかっても、まあ、長い時間の中ではこうけあの均等化、均一化されててこう、ゼロに近づいていくんですけど、毎月毎月払うものっていうのは、それはもうそっくりそのまま毎月平均して出ていきますので、長い年月で見ると、ものすごい大きくなる、その最たるもの3つがこの自宅、車、保険ということですで。その他の携帯電話とかガス、水道とかね、これはもう、消していく以外の方法はなかなかないかもしれませんので。 でもね気をつけてください、けちりすぎて爆発するんです、ね、今日20円、30円うん、我慢してこの卵なしの牛丼にしようとか言って、30円けちって、それを3日間やって、うわ、もう限界いいとか言って、今日は素敵だとか言っ5000円、ドーンとかね。 あのいやーもう今日もう頑張ったのもう1週間頑張って150円節約したから今日はご褒美にあの1万円のこのもみもみのなんかあのサロンに行こうとかって言ってねすぐね人間爆発してその爆発した時に使ってしまう金額の方がはるかに大きいわけですそこは気をつけてくださいだから一番いいのは同じ価値のものなんだけどもしくはほんのちょっと自分が我慢して何とも思わないんだけれども 値段が安いって、そういうものを切り替えていく。まあ、例えば、携帯電話だったら機能変わらないので、3大キャリアじゃなくて、あの格安、シムに切り替えるとか、これ、機能ほぼ同じですよね。まあ、あのヘビーユーザーでかけまくってるんで、そこが我慢できないっていう人はまあしょうがないんですけれども、まあ、そういうふうにやっていったり、まあ、要は同じ価値のもので一番安くする。だから、大富豪の方とかね、ユニコーンの服とかよく着てるんですね、これ、支質は減らす。まあ、大富豪の方、よく言われてるのは、 投資になるもの、つまり自分が買ったときよりも高くなるものに対しては、もう糸目をつけない、ただ、消耗品、消耗品っていうのは買った瞬間から価値が下がってくるもの、これが消耗品の定義です、まあ、服とかね、そういうのですよね。そういうういのはもう1円単位で、えー まあケチるというかあの、吟味して1円単位でやっていくと、要は何が欲しいんですかこの機能が欲しいんですね。この機能が欲しいんだったら、こっちもこっちも同じでデザインはどうでもいいですよねみたいな、そういうのを自分で考えてやっていくってことです。で、これを自分で決めて進んでこれが支出を減らすってことですね。はい。で、あとは収入を増やす、いくらねー。 支出を減らしても収入が増えていかないとなかなか苦しいんですね。自分も喜びもない。ということで、でも一番最多の,もの、ね、種銭を作るのに、これ言います。一番いい方法は本業で稼ぐ。これなんですね。やっぱ本業が一番額が多いのでね、そして自分の。でだったらあの 本業で稼ぐんだけど、そこにかける時間を少なくしてください。そうすると時給、時間あたりの、ね、単価が上がっていきますので、じゃあそれで空いた時間で何するのか、空いた時間で投資をしてください。投資というのは一体何か、ね、副業とか時間が奪われない投資とかね、えー、自己投資ということになります。自己投資っていうのは、ね あのまあ、セミナーに行くのもいいですけど、でもね、セミナーって結構高いんですよ。セミナーでね、学んだこと、がすごいなと思ったら、全部本に書いてあったとかですね、じゃあ、この1500円の本読めばよかったじゃないかみたいな、あるんですた。ただね、どの情報を取捨選択すればいいのかっていうのは、終わった 後であれば分かるんですけどね、まだやってないときは分からないので、まあ、セミナーとかで自分に火をつけてやっていくっていうのも素晴らしい投資になります。そして、それはなるべく若いうちがいいです。若いうちに、ね、20歳の時に同じ知識点に入るのと、50歳になってから知識点に入るのそれの知識の使える期間が全然違いますからね。これが時間的レバレッジです。だから、時間的レバレージが効くから自己投資は投資なんですね。そうなんです自分が入れた時間よりも多くの時間に換算すると、大きな価値が入ってきている。これが自己投資なんです。だから勉強 まあ、ほぼすべて自己投資になっているというのはそういうことなんですね。でまた投資、ね、あのするのも株とかで長期投資でもう入れっぱなしで忘れっぱなしとかそういうインデックス投資とかですねあの長期利回りとかあと株主優待とかですね勝手にやってくるものそういうのは時間が割れない年なのであのやってもいいですし元本割れを起こさないのであればあ後々引き出せばですね貯金になったって、まあ、そういう意味であの自分の種銭が増えていきますのでやってください。でこれインデックス投資とか、ね、あの長期で やってください。ま、たこれが、ね、短期のちょっと投機というかね、投機の機は機械の機ですからね、このチャンス、今だーっ,つってやるようなやつです。それは投機です、ね。このチャンス、今じゃないとダメなんです。これ投機です。だからそういうものに突っ込んでいくとね、じゃあその時間がね、外してしまったら当然減っていくわけです。つまり投資でそれ投資じゃなくて、ハラハラしてね、増えたり減ったり、まあ、そのある一定の期間だけ見れば増えてたりするんですけど、トータルでいくと負けてるなんていう人はかなりいますので。 えこの時間が奪われないとして放っておいてもいいやつ放っておいててもいいっていっうのは手数料がかからないってことですからねこれ毎回毎回何かやるっていうやつはこれ手数料がかかるし自分の時間もかかるのでね。 でそして副業これはですすねぜひやってください自分の経験値が増えます副業で何かを手に入れるというよりもより正確な社会のモデルが脳の中に構築されている手に入っていくわけですね。要あの要は例えばあの、お堅い仕事に就いている方でもこの副業というのは自分の経験値のためにぜひやってください。で特に、ね、不動産投資というのは、まあ、100万円とかでも、ね、あのできますし、まあ、株券の延長線上でできるリートなんてのもありますけど私はお勧めしませんけどね。 不動産投資の最大のメリットであるレバレッジが効かないので、リートはお勧めしてませんが、そういうのもあの勉強したり、自分の知識、あの自己投資の一環です、ね、としてはいいですし、まあ、副業をやればやるほどいろんな経験がたまっていって、より正確な社会のモデルが手に入るので、えー、これはぜひやってください。やらないということはです、ね、自分の成長を妨げているというふうにも捉えることができます。それでぜひ稼いでいってください。それで、そのじゃ何で稼ぐんですかね背取りとか 本を買ってきて売ったりなんか安いものを買ってきてアマゾンで高く売るとかねあのいっぱいありますそれはそれで勝つ方法がありますしあの実際買ってる人もいますしあのそういう本を読んでくださいそれで勉強してくださいやりやらないは別にしてまああのそれとかあのいろんな、まあ、MLM もありうでしょうしまあその投資話あの コンピューターが勝手に取り引してくれて自分にリスクがないとかですね今、いろいろありますけれども、まあね、その辺のものは自分で見極めてすべて自己,自己責任です、ね。あで、300万円お金を溶かして、あ、勉強になった勉強代だっていうのも自己責任です。で、それすべてプラスに変えて、じゃあ一体本当に何に投資していくのか、ね、それは。 自分でコントロールできるものっていうふうに最後は行くんですけどもね、まあ、その自分でコントロールできるものっていうことに行き着くにはいろんな勉強しないと結局誰から何を聞いても自分で得た経験以外は役に立たないので、そういう意味でいろいろ投資してください、副業してください、経験してください。で、それがまあ収入を増やすことにならないっていうことにならないようにですね、まあ、そこは自分で勉強していただく。だから結論は本業で稼ぐ。で、なるべく時間を、えー、ね、本業で稼ぐってことはあの、 収入が変わらないんです、頑張っても変わらないんですっていう人でも、その時間を短くしていってね、ある時間で、えー、同じ稼ぎ、仕事ができるようになれば、その分自分の時間がね、有効な投資とか勉強とかになりますんで、やってください。そして自己投資言い忘れてました。これ大切です。ぜひ自分より格上の、自分がなりたい人たちがすでに入っている、そういうコミュニティに入ってください。 ね、あの例えばその不動産でやりたいと思ってるんだったら不動産のオーナーが何人もいるようなそういう、ね、コミュニティに入ってください。まあ、どういうコミュニティに入ったらいいんだよか分からないですよっていう方はねあの、まあえー、この動画に対して質問をいただけたらこう自分であのちょっとせあの紹介したりすることもあるかもしれませんけれども。 まあ、ほとんどの、ね、入ってる方がほとんどファイナンシャルフリー、あの働いてません、えー、その働いてない時間を他の人に貢献する人を貢献するために使ってますとか、そういうコミュニティもあるんです、そういうコミュニティに入るとどうですか、結局自分の常識っていうのはね、周りの100人の、自分の周りの100人の人たちの、えー、常識の平均値でできていますので、自分の基準やその平均値、えー、考え方、価値観が上がっていくんですね。 上がっていく、何をもって上がっていくか下がっていくかっていうと、これは自分がなりたい自分に近づいていくための価値観なのか、そうなってれば上がってるってことですよね。そういうふうになるんです。だからねで、そういうコミュニティに入るのが、たかだか、ね、これ、驚きですよ。ねと月1万円とかね、1万円のところかな、まあ、大体ね、まあ、高いところは、ね、もっと高いですけれども、100円はないですけど、まあ、月々1000円のところも多いですね。月々1000円とか1万円とか、まあ、高いところで3万円とかで、そういう人たちと、 一緒に入れるんです。その人たちの話が聞けるんです。まあ、このサイトもそうですよね。たかだかこれだけで、えこの話がずっと聞けるんです。これ、すごいことなんです。自分の価値観が変わっていくんです。アップデートされていくんです。なりたい自分になるために、それをすでに成し遂げた人たちの考え方が聞けるんです。一緒に遊びに行けるんです。一緒に旅行に行けるんです。これはね、もう激安の投資ですよ。ね、セミナーに行くよりもそっちの方がいいです。ね、それでもう、ガンガン聞いてください、ねお。お友達になったらもうね、 いいね、ほり、はほりも全部教えてくれますよ。そうやって自分の価値観が上がっていくんです、ね。だから自分の時間を捻出してください。その捻出した時間でそういう人たちと会って話をして友達になって、その人たちの時間を共有する。これこそがまさしく究極の自己投資です。はい、そうやると当然、収入が増えていきます。増えていく方向の考え方、価値観が身についていきます。これは間違いません。これが最大の自己投資です。で、そうやっていざね、あの、 知識だけ増えていってもしょうがないんですけれども知識だけ増える人のことをノウハウコレクターなんて言ったりしますけれどもねそれを実践してくださいはいあなたの人生ですねあなたの人生であなたの決断であなたの判断でやってくださいはいそしてまあそのね不動産に限って言えばこの 初期費用っていうのがやっぱ関わりはるわけですねで。初期費用っていうのは頭金とか手付金とかとは違うんです。まあ、じゃあまず最初に頭金っていうのを説明しますけれども、頭金っていうのは例えば1億円の物件の頭金が2000万円ですって言ったら、最初に2000万円を入れたら残りの8000万円はローンですって、これが2000万円の頭金ってことですね。1億円に対して2000万円の頭金を入れると、まあ、残りの8000万はまあローンですねってことで、ローンがバーンと銀行からその売り主に渡されて、最初の頭金と、えー、その ローンの分の,そのやつで1億円売り主に入るので、その所有権が渡るって、これが頭金ですね。そして手付金っていうのはそのまあ頭金の中に含まれてるんですけど、最初に契約でいくらで買いますっていう買い付け証明書っていうのを送るんですけど、そこをそれを送るとともにですね、大体100万円とか200万円なんですけれども、まずその宣言するわけです。で、これで買わせてくださいって、で、向こうが OK ですよって言ったら、まあ、あの、 その手付金が入って、その手付終了後、まあ、の契約書をあの取り交わしてからですねそのけで、この期日よりも前にこの契約がなかったことにするんだったら、その手付金を放棄してくださいねとか、そういうのが契約書の中に盛り込まれます。だから100万円を手付金として入れて契約をやりますって言って、こう契約書を交わして何日までにこの、ね、向こうもこっちも、まあ、ちなみにこっちが買う方が手付金入れますので。で 買う方はその手付金を放棄することによって、えー、この契約がなかったものにするとか、そういうふうになってるんですけど、今度、売り主の方から放棄する場合はあの、やっぱりあなたには売りませんという場合にはです、ね、その契約を結んだ後にですに、ね、その手付金の、えー、同額、もしくは倍額をこう相手に渡すことによって、この契約をなかったことにできるみたいな、そういう条文が入っていることが多いようです。まあ、そういうそれが手付金ですねつまりりの1回今やっぱりけ 契約を行うっていうこと自体がですね結構大変なめんどくさいことなので、それをコココロロロコロねやっぱやめたなんて言ってたら大変なので、そういう手付金っていうのがあるわけですでそそれ。それは物件の代金の一部をなす金額なんですね、手付金とか頭金っていうのは。でこの初期費用っていうのはそれとは別に物件の代金にならないけど不動産を買うときに必要な金額のことを言いますでこれがないとまあ,あの ね、あの頭金がたとえなくてもフルローン、要は1億円の物件に対して1億円全額ローンで賄えるのであれば、あのお金全額銀行から振り込まれますので、フルローンの場合は、この初期費用だけでいいわけですよ。まあまあ、それでも手付金は払うんですけどね、まあ、手付金は大体100万円でいいと思います、どんな物件でも。ちっちゃい物件だったらね、50万円とかあの、そんなんでもいいかもしれないですけど、で初期費用っていうのは、それとは別に下に書いてあるような手、 仲介手数料、保険料、これ火災保険のことですね、そして不動産取得税、登記費用、印紙代、これ契約の印のをね、あを契約書とかに入れなきゃいけない。であとはね、まあ、それが大体初期費用と言われますけれども、まあ、やっぱりあの最初貸し出して満室経営したいので、最初の数部屋の,その初期リフォーム代、これ一気に全部、ね、リフォームするよりも1個リフォームして、はい、お客さん。 募集して、その募集してるね、次のところリフォームしてみたいな風にこうに、じゅんぐりじゅんぐりやっていくなんていうのも、資金的にはいいかもしれませんね、そういう初期のリフォーム代とか、あとは広告料などということで、やっぱりその部屋が空室ですよって言って、広告料を払ったりしないと、その多くの人に見てもらえないので、その、 物件に対しての問いい合わわせやお客さんが来ないわけですねで広告料というのは多くの人に見てもらう金額じゃなくてこれはあの実質を言いますと、えー、不動産会社に,に紹介してもらう料金だったりするわけですね。あのつまりあの広告料がある物件というのは例えば広告料1ヶ月分ってあるとあのその家賃の仲の介手数料のほかに広告料があの入ってくるわけですよ、うん。そうすると広告料入ってきた物件の方ががの嬉しいですよね。 あの不動産会社も、嬉しいから、同じ物件があった場合、その広告料が入ってくる物件をまず紹介するっていう、そういうメカニズム、仕組みになってるわけです。だから広告料っていうのは、広告料を入れないと2ヶ月以上空室になってしまうのであれば、広告料を入れてまあ1ヶ月以内に満室にした方がいいですよねと、まあ、満室っていうか、その部屋に入居していただいた方がいいですよねって、それが広告料になります。 まあ、このね、リフォーム代と広告料は初期費用に、ね、入れないで考える場合もあるんですけど、まあ、やっぱり最初にかかりますので、その最初にこのくらいのお金はあったほうがいいですねっていうのが、ざっくり物件価格の10%、1億円であれば1000万円ということです。なんでかっていうと、このね、初期費用ね、これ一番大きいのが、これ大きい順に並べてるんですけど、仲介手数料なんですよ。これ3%です。つまり、1億円の物件に対して3%、300万円プラス税金の。 この物件をね、仲、えー、介していただいてありがとうございましたっていう、その不動産会社にお支払いするお金なんですね。これ以外に不動産会社のが得ている収入っていうのはないわけです。不動産会社は、ね、あの膨大な書類を作って調べて、こう根拠を出して調整してっていうのを、その この仲介手数料だけでやってるんですね。で、これはあの法律で決まってまして、あの大体、まあ、金額によって違うんですあの、トータルの金額によって違うんですけど、3%プラス6万円っていうふうに、まあ、大体集約されてます。まあ、これは計算式を計算するとそういうふうになるんですけどね。で、まあ、要は3%な、で、これはあの不動産会社によって3%より低くやりますよっていうところもあるんですけど、大体3%です。だってそれ減らしたらね、あの会社として成り立っていかないんで、まあ、これはあの素直に払いましょう。 でこれを払わないで良くなる方法は自分が不動産会社になることです。<laughs> あのねえー、で、そうやってる人いっぱいいるんですよ。あのー、宅建士宅建士宅地建物取引士の資格を取って、えー、自分が代表となって、それ、不動産会社を起こして、まあ、事務所を借りてなんてやるんですけどね、これまたね、勝率くんのとかも大変なんですよ。まあ、私も宅建士持ってますけどね、私はやらないで、あの素直に、えー、っと仲介手数料をお支払いしております。 で次にお金がかかるのがこの保険料ですね。火災保険ね入らないとローンがやっぱり下りないですね。火災保険入ってるんですかって言って。で火災保険はあの火災になってもいいですし、もう台風とか水害とかでもね、あのこれあのその、保証されますので、これはぜひ入ってください。これは入り方によって、えーあ 台風じゃ出ませんよとかね、あここはあ,のあなたの保険でカバーできてませんよみたいなのがあるんで、これはあの特殊な、の素晴らしい、いい保険の入り方があるんですけれども、またそのね、同じ台風が来ても、まあ、1回台風が来ると1000万円その保険料が支払われて、物件の価値が向上するなんてこともあるんですけど、それはね、自分でやるっていうのはなかなか難しいので、これはもう専門のプロチームにお任せしてください、その分手数料も取られますが、私はそれをお勧めしております。 まあそれがだいたいですね、ざっくり物件価格のこう、まあね、あのどのくらいの,その基準値っていうのがあるんですけど、その基準値を高めに設定するかどうかで、保険料っていうのはね、あの上がり下がりしますけれども、ざっくりそうですね、2%から5%くらいは見といてください、あの保険料は、その物件価格の。だからね、1億円くらいだったらね、まあ、ざっくりまあ200万くらいはその火災保険がかかるのかなっていうイメージです。 でこれは6年,6年間の保険と10年間の保険がありますけれども、あの10年間の保険が一番安いですし、もし10年より前に売っちゃったから残り5年あるんですって言ったら、その残り5年の分がそのままあの返金されますので、これ10年に入るのが一番お得です。でまあ、地震保険とかもあるんですけどね、まあ、地震保険は、えー、ほどほどに入るとか、まあ、それはあの自分で考えてください。 あの地震保険は、ね、あの毎年更新であの火災保険は6年以上、まあ、10年未満とか、ねまあ、そういうのが今のほうではあの決まってるんですけどね、で10年で入るのをお勧めしております。これどう、どういう保険のかけ方をしたらいいんですかっていうのはあの、うん、知りたい方は、またどっか他の動画がどこかのリンクで,です、ね、あの語ってるところがありますので、まあ、そこからあの紹介を受けるのもよろしいかと思います。 そして、えー、不動産取得税、これはですね、買ったその次の、えー、年度にこう国からあの、あなた不動産取得しましたね、じゃあ税金ですっていう、あのそういうのが来て、これがざっくりですね、まあ、あの建物の構造とかによっても違いますけど、1%か2%くらいだと思っておいてください。あのまあ、いろいろね、その、えー、都市計画税とか、あのいろんなあの税金の算出基準になる路線価とかですね。 あってそういうのを使って、まあ、国が計算してきてそのタイル張りだといくらだとかあのコンクリート打ちっぱなしだと何パーセントだとかそういう計算があるんです、その建物、あこれはあれか、あの都市計画税のほか、まあ要は不動産を取得したことに対してそのと次の年に行きますからね、あ今年なかった、わーいって言って使,使わないようにしてください。その次の年にそののの次年にまあ うんまあ、100万円とか200万円とかが取得しましたねっていう税金が来るので、これは初期費用として考えておいてください。そして投機費用、やっぱり、あのー、司法書士の方とかですね、行政書士の方とかの力を借りて投機するのが一番いいんです。これの、自分でやろうと思ったら、踏ん張って自分でできるんですけど、大手から買った場合はです、ね、そんな自分で投機したものなんかね、ちょっとねって、大、あ、体、のー、いいその投機費用、まあ、ざっくりこの30万から50万、まあ、この。 で場合によってはその複数社の資料書集を使ってくださいとか言って、まあ、の指定されたりすることもありますけれども、まあ、これもねあの、どうしても払いたくないんだったら交渉してもいいですけど、まあ、基本払って初期費用として考えてください、そして契約の,その契約書に、ね、あの印紙をつけなきゃいけないので、これはまあ大体不動産業者がこうせと向こうとこっちで折半したりですね、調整していくらですっていうのは、これ、大した金額じゃないですよまあせいぜい数万円ですね。 っていこのその他、ねまあもろもろなんか交通費とかもいろいろかかったりするかもしれませんけども、まあ、これだけ見とけば多分大丈夫です。まあ、これがざっくり言うと、まあ、ちょっと多めに言って10%、これ物件の価格によってもね、あのーまあ、違いますけれども、10%くらいかかるので、それを種銭として貯めて、そして頭金は、ね、いくらになるのかは、あのー、そのご時世によっても違いますけれども、基本的にめちゃくちゃ安く買えれば、 あの頭金は減っていく方向になななりますなぜならばね、まあ、今ね、もう借主定義に3割だとか2割だとかって言ってくるところもあると思いますけど、後ほどお伝えする銀行との交渉とか、銀行への交渉の仕方これが一番重要ですけど、それによってねあのゼロ、どんな時代でもゼロにすることは可能だと思っていますので、そのゼロっていうのは、その、 フルローンってことですね、まあ。昔なんかオーバーローンって言って、実際に買う金額よりも大きいお金をえ融資を受けて、それのお金でこう最初のリフォームなんかを行っていくとか、そんな方法もあったんですけども、まあ、時代によって、ですねそ,そこはさまざまですと。でそまあ、10%自分が買う物件、だから、まあ、皆さんにお伝えしてたのはです、ね、5000万円の物件を、まあ、本来8000万円くらいの物件を5000万円で買ってください。 ということは、頭金が、頭金じゃないあの、初期費用が500万円くらいかかります。だから、500万円をまず貯めてくださいと。そこからフルローンが得られるような、そういう物件を探して、しかも自分勝てると思うやつ、8000万円くらいのやつを5000万円で買えば、ね、初期費用5500万円、もちろんも,もうちょっと貯めてた方が安心なんですよ。で、運営していくと。そして、もう買った瞬間から、キャッシュフローがプラスになってれば、退市飲んでるうちに、また資金もね、増えていきますし。 でいきなりやめないでください。ね、あの本業を続けて、本業の方で、またつつましい生活をしながら、マネーマシンを1個、2個、3個と作っていって、もうこれ大丈夫だという状態になってからやっていきましょう。はい。ということで、え今日は種銭の作り方と、その主義企業の話をいたしました。皆さん、いかがだったですかはい。それでは、また次の動画を楽しみにしていってください。イエース